こんにちは、横粂勝人です。本日の横粂ゼミのテーマはアンジャッシュ渡部さんの多目的トイレでの行為は犯罪に当たるのかです。さて、あのアンジャッシュさんといえばもうエンタの神様でコント仕掛けのスペシャリストっていうことで、もうあのすれ違ったコントがもう天才的で、私がもう大好きな芸人さんですが、ただもう好きか嫌いかは置いといて、やっぱりやられたこと、女性と、まあ、婚姻関係にありながら女性と不倫をしてしまった、しかもその場所が車椅子の方、体が不自由な方、またはおむつ替え台があるということでお子様ファミリー向けの多目的トイレで行ってしまったということが世間の非難ごうごうという原因となっております。で、この不倫不貞があったことで、まあ、離婚されるのかされないのか、それはもう夫婦の問題で、それはもう別問題で、今回のゼミのテーマとしては刑法犯、犯罪に当たるのか分析したいと思います。まずこういったみだらな行為ということでパッと浮かぶのが公然わいせつ罪、これが当たるかと言いますと該当はしないと思います。なぜかと言いますと、公然とというのは不特定または多数人が認識しうる状態ということです。なので、まあ、路上でだったり、またはウェブ上であっても誰でも不特定多数の方が見れる状態でわいせつな行為をすれば公然わいせつ罪になるんですが、今回多目的トイレで鍵がかけられる状況なので公然とという要件を満たさないと思います。ただ、まあ、本人たちのなんか強い意向、またはあえて鍵をかけずにやっていた、または開けてやっていたっていう事情があれば当たりうるのかなと思います。さて、他に犯罪としては、実は建造物侵入罪というものに当たりうると言えます。これは住居侵入罪に同じ条文で書かれている、正当な理由がないのに人の、まあ、住居に入ってしまう、または人が監視する、まあ、管理する建造物に入ることが犯罪ということで、3年以下の懲役または10万円以下の罰金という建造物侵入罪があります。これは、いや多目的トイレ誰でも入れるじゃん、犯罪だろうと思うかもしれませんが、これを管理する六本木ヒルズ側の管理者がそのような行為、性行為をすることを理由として目的として入ることは許しません、許してませんとなると、そこに入っちゃって性行為をした以上は管理者の許可なく立ち入ったという形になり、建造物侵入罪となり得ます。ただこれらは六本木ヒルズ側が、まあ、被害届なり告訴状を出した時になりうる、まあ、さらになったとしても逮捕される案件ではないので、まあ、書類送検、ただそれは前科がつきうる案件ですので、決して多目的トイレで同様のことはしてはいけないと思います。本日の横粂ゼミの講義は以上で終わります。